大丈夫かーい。きついから今日はぎゅうぎゅうで、だけど足の下にこう何か柔らかいものを感じたらそれは人です。すくい上げてあげてください。後ろもありがとう。前も大丈夫かい、具合は。今日ジュース会おかず初めて見た人。はい。あ、まあまあいますね。じゃそれこそタクタクに初めて来た人。意外と多いんだね。取れません。取れません。みんなちょっと開拓されたわけですよね。多分シャレとかそういうじゃない。じゃあ、もう20年以上ジュース会を前から見てる人。すごいね。ランドセルお願いします。ランドセルお願いします。それだけ。そういうわけでね、今日はね、このツアー地方はもう最後ということで、非常にメンバーも気合が入るというか、こうワクワクというかね、本当にこの今日の日を楽しみにしてました。今日はみんなどうもありがとう。16年ぶりのジュース会音楽のニューアルバム、ロスト&ファウンド、みんな聴いてもらいましたか。今回このロスト&ファウンドはですね、16年ぶりだけど、本当にこうジュース家としてもだけど、日本のロック史上に残る素晴らしいアルバムができたと思います。自分で言ったもんね。ロックに終わるんだけど、なんていうのかな、今日来てくれてる人はみんな聞いてくれてると思うんですが、でも後からまたね、パンチが効いてくるっていうか、なんかそんなアルバムになるんじゃないかなと思います。ジョン・スカイ・ウォーカーズの第2章の幕開けにですね、本当にふさわしい素晴らしいアルバムができました。みんな聞いてくれてどうもありがとう。アルバムはさ、だけどロスト&ファウンド今回出したけども、俺なんかだったら当時ね、聴いてたアルバム、それこそ中学高校の頃聴いてたアルバムってさ、ビートルズとかローリング・ストーンズとか、それこそ日本だったらね、RC サクセッションとか子供バンドとか、やっぱその頃のさ、アルバムを聴くとすごくなんかこう、その時を思い出すというか、その当時の親友の顔だったり、それこそその当時の先生だったり、それこそその頃付き合ってた彼女だったり、振られたことだったり、いろいろそのアルバムを聴くことによってね、その景色が見えるっていうか、その時のだから、そうだね、今でもツアー中なんかそのアルバムをさ、昔の聴いてたアルバムなんかを聴いたりすると思う。なんかあの頃みたいな、すごい綺麗な思い出としてなんか湧き上がってくる。きっとみんなにとってはさ、そういうアルバムが全部このままでだったりするのかな。例えばあと、それから一つ抱きしめたとかさ、歩いていこうとか、スタートの前にレッツゴーイバーヒルズとか、あれはね、2曲入りでしたね。なんでお前らここでミニアルバムなんだよっていう、一番この大切な時になぜミニアルバムなんだ。ツアーをやりすぎてですね、曲ができなかったんです。でもあの時のツアーっていうかな、レッツゴー4匹ツアーなんて来た人いる、こんなのすげえ思い出すんだけどさ、なんかその頃みんなまだ多分だから中学とか高校だったのかな。だからみんなもきっとさ、そのアルバムの中に一枚一枚みんなの多分思い出があると思う。だからみんなそれぞれの景色っていうか、だから俺たちの作ったアルバムだけど、もうそのアルバムっていうのは一枚一枚がさ、みんなのものっていうか、みんなの思い出の1ページのアルバムじゃないかなって思ってて、今回このロスト&ファウンドっていうのもね、今日さ、タクタクでこう合わせたくなってみるので一つになってるけどさ、これが10年後、20年後、またこのロスト&ファウンドっていうアルバムがみんなの中にこう思い出として刻まれてね、またその歌たちを
その時できたのが新曲たちと一緒に大合唱できたりしたらいいなって思います。そんな感じで、じゃあ今回このアルバムに入っている16年間のみんなとさ、僕たちをつなぐそんな曲聴いてください。タイムカプセル。
안녕.